夫婦は同性とすることや、女性の再婚を離婚から6ヶ月間禁止している民法の規定について、最高裁が初めて憲法判断を下す見通しです。民法750条は、結婚した場合、夫婦にどちらかの姓を名乗ることを規定しています。一昨年東京地裁は、別姓を名乗る権利は憲法上保障されていないとして、 夫婦別姓を求めた訴えを認めませんでしたしかし昨日この裁判が最高裁大法廷で審理されることが決まり最高裁が夫婦の性に関する民法の規定について初めて憲法判断を行う見通しになりました実情も踏まえてそして法律としてどうなのかというのをよく考えてもらいたいまた最高裁は 女性の再婚を離婚から6ヶ月間禁止している民法733条の規定についても審理することを決めました。